もこちら高橋です。今回も動画を見ていただきありがとうございます。9頭は面白い、シャーソク、おもろでいきたいと思います。はい。ですね。いやー、もうほんと暑くなりましたね、最近。海にでも行きたいですよ。海で金髪の姉ちゃんとセックスした気分ですね。はい。じゃあ今回はですね、この動画を撮っていく上で、弓道の世界でですね、一番重要な筋肉っていうのをちょっとね、これお話ししたいと思います。これね、すごく重要です。弓道の世界で、とても重要な筋肉っていうのをね、ご紹介したいと思います。それが、何かっていうとですね、これ結論から言いますね。肩甲骨周り。肩甲骨周りの筋肉ってすごく大切なんですよ。この肩甲骨っていうのがまずどこにあるのかっていうのをね、ちょっとこうお話しするとですね、まあちょうどね、ここにあります。ちょっと私がこう手掴んでるんですけど、ここにあるわけですね。私が今、親指が入ってるじゃないですか、こうやって、ぐにゃって入ってると思うんですけど、で私が今、こう掴んでるとこ、ここがね、肩甲骨。で、この周りにある筋肉が、まあ、肩甲骨周りの筋肉っていうんですけど、こうやって、今僕こうやって掴んでると思うんですけど、ここね、ここポコって出てるとこ。このポコって出てるところの筋肉がすごく大事です。なぜ大事なのかっていうのをこうお話ししたいと思うんですけども、今回のこのチャンネルはですね、弓道の初心者とか弓道をこれからやる人、さらに上手くなりたいと思っている人たちにですね、非常に役に立つ情報と、効率よく上達するための方法っていうのを私の経験と指導している経験からお話をしたいと思います。ぜひとも皆さん面白いなと思った場合はチャンネル登録といいねボタンの方をよろしくお願いします。ということで、この肩甲骨の周りの筋肉を緩めるってのはすごくいいなというふうになるんですけども、実はね、これ、弓道をやられてる人たちで、実は本質はちょっと外れてるなって思うようなところがあるんですよ。本質が外れてるってのは何なのかって言うと、肩甲骨周りの筋肉が大事っていうのはなんとなくみんな知ってるんですよ。ああ、やっぱりね、弓道ってなんか腕使うスポーツだから、やっぱり肩甲骨をこうね、鍛えた方がいいよねっていうふうに言うんですけど、私はね、実はね、ちょっと違う観点を持ってます。私は違う観点を持っていて、肩甲骨周りの筋肉が重要なのは間違いないです。実際に弓道をやっていた時にですね、筋電図をこう測ってみてですね、測ってみた結果、どこの筋肉が働いているのかって言ったらですね、初級者の人ほどこう肩の筋肉とか腕の筋肉が全然なんか弓引くのに関係ないところが働いていて、むしろその上級者の人たちはそこの筋肉ではなくて腕の裏側の筋肉を使っていたっていうのも研究結果とか、弓道教本、現代弓道講座2巻の、5巻のですね、筋力トレーニングの筋電因図を測った、ね、データがあって、そこにはそういうふうに出ているわけですよ。もしくはアーチェリーのトップの人と弓道の熟練者の人たちが働いた弓を引いたときに、どこの筋肉が働くのかっていう研究結果もありまして、その研究結果でも同じように、やっぱり、使い方っていうのは違うと。で、その使い方っていうのはなぜ違うのかっていうと、やはり、ね、肩甲骨を使っているところなんです。皆さん、腕を使うときに、こういうふうに腕を使いますよね。で、こう伸ばしてくださいって言っても、なかなか伸びないと思うんですよ。こうやって伸ばしてくださいって言って、こうやってやって、力抜いてくださいねって言っても、力抜いたら戻っちゃうと思う。例えば、こういうふうに腕を引いて、こうやって伸ばすって言っても、こう力抜いてくださいって言ったら、ふにゃーって元戻っちゃうんですよ。これは何でかっていうと、やっぱり伸ばそうとするときに、どっかの筋肉が縮んでるからなんです。それはね、伸ばし方を間違えてるわけだ。伸ばし方がちょっと違うんですよ。これが伸ばしたまんまで、例えばこの伸ばしたまんまで力抜いてもこの伸びたまんまをキープしたわけですよ。で、そのためにはどうしたらいいのかっていうと、より、自分の体の中心に、近い方の筋肉を使ってですね、腕の力っていうのをですね、極力使わないで腕を伸ばすっていうことをやらないといけないですね。難しいですよね、弓道の世界って。腕の筋肉を伸ばしてください、伸ばしてくださいって言うと、腕の筋肉伸ばしたくなるんですけど、実はそこを使ってしまうと、アウトなわけですよ。そこを使ったアウト。こうね、開示風に言うと、とどのつまり、アウトなわけですよ。で、そうではなくてですね、その腕の裏側を伸ばすためには、どうすればいいのかっていうふうにね、腕を使わずに腕の筋肉を使うためにはどうしたらいいのかって考えなきゃいけないわけですよ。考えなきゃいけないわけですよ。これが、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとね、仏教で例えて言うと、なんかこう、直接的な関与ではなくて、深い因果関係のもとで深い結果が出ていくっていう因果則であったりとか、まあ、そういう話になってきて、まあ、ちょっと私的には面白いなと思うんですけども、まあ、普通にやってる人たちからしてみれば、こんなクソつまんねえ、何ややこしいんだって感じだと思いますよね。女の人が、好きだ、好きだっていうふうに言ってるわけですよ。でも、これはファンであったり、その場が楽しいと思って好きって言ってるだけで、男はそれを真に受けてですね、なんか告白したら振られちゃうみたいな、多分その話だと思うんですよね。でもそれはどうでもいいか。腕の力を、伸ばせって言って、伸ばしても、これ伸ばしても縮んじゃうんですよ。力抜いちゃったら縮んじゃうわけですよ。
で、これ縮ませない方法はどうするのかって言ったら、こういう風にすれば縮まないと。でもこれ普通にこうやってやってもこう伸びない。これね、腕の筋肉とか使われてるからです。私たち弓道やってる人たちはどうやったら腕の筋肉を使わないでも腕の関節が伸びるように使うか。でもね、腕の筋肉を使わないで腕の関節が伸びてるんだとしたら、それはきっと背中とか胴体の筋肉が働いてるからだろうっていうふうに考えるんですよ。で、その時にこの肩甲骨が来るわけです。で、私が冒頭にちょっと皆さんこの弓道やってると本質が外れているなって、まあ、ちょっと私はまあ思った次第なわけです。それはどこがその本質が外れているかっていうと、ね、あのね、肩甲骨の周りの筋肉を鍛えればいいって思ってる人って結構いるんですよ。これでアニメツルネでも同じこと言うんですよ。アニメツルネで早けが治んなくてどうしようかなって悩んでいた、なんかその、ね、主人公と、あの、第1話と第2話出てからの白い髪の毛の人、誰ですか、わかんないですけども、あの白い髪の毛の男の人も筋トレやったけど効果がなかったっていうの。で、これ実際そうなんですよ。早けって筋トレやっても効果なしなんですよ。あ、なんかいい俳句ができましたね。わかんないですけど。そういう風にね、実は鍛えることってあんまりやんない方がいいんじゃないかなと。むしろ鍛えることによって筋肉に余計な疲労とか積み重なった結果ですね、かえって腕が動かないっていうことが起こってしまうんじゃないかと。だから私はですよ、私はあくまで、あのね、高校生とか大学生なんですよ、筋トレやるのは。これは正解。なんでかって言うと、やっぱりね、若いうちっていうのは負荷をかけるトレーニングをしても別に体が壊れることはないですし、むしろその若いうちにそういう負荷、あの強い負荷に耐えられるトレーニングをしておかないと、大人になった時にですね、いきなり筋トレやってくださいって言われても、まあできないわけですよ。それはなんかスポーツジムとか好きで、ゴールドジムに行くようなゴリマッチョの人だったら筋トレはいいかもしれないですけども、ただ高校生とか大学生の場合だったら、まだ体が丈夫なうちにね、そういうの鍛えておいた方がいい。だけど普通の仕事やってるサラリーマンとかさ、60歳過ぎてるからこれから弓道始めようと思ってるんですっていうおじいちゃんおばあちゃんがですね、いきなりさ、腕立て30回やってくださいって言って、それ無理だと思うんですよ。だから、実は弓道ってね、ここで考えてほしいのが、肩甲骨の筋肉がまず大事。ほらほら、しかしね、重要なのは、柔軟性なんですよ。こう固めることではなくて、柔軟性なんです。柔らかくすることがとにかく大事。あの筋肉っていうのは柔らかくすればするほどより力が入るようにできてるんですよ。例えば皆さん力を抜いた状態で、こう例えば手左手を力を抜いた状態で、例えばこう重りがもう持ってくるとするじゃないですか。で、例えばそういう時だって、例えばここにパソコンがあると、1キロの物体がこう降りてきた時に、例えばこうぐーっと力を入れた状態でですね、パソコンを乗せるとですね、こうやってやっぱ下がっちゃうわけじゃないですか。ところがここでもう一個あることやってほしいんですけど、これ力抜いてくるんですよ。こう力ぐにゃぐにゃって抜いておいて、でこれが降りてきた瞬間に力がかかった瞬間に持ち上げてみてくださいっていうふうに言われたら、こうやってね、耐えられるわけですよ。こういうふうにね、力って抜いといた方が後になって筋力として使えられるんですよ。これはね、太さとかその周りの神経が鍛えられるとかそういうことではなくて、抜かないとまず話にならないんですよ。例えば肩甲骨周りをトレーニングするために、まあ、筋トレします。それいいと思う。筋トレして例えば体力が上がったりとか、それ以外に首の筋肉とか背中の筋肉が鍛えられたりとかするから、まあそれ自体はいいんだが、問題はですね、皆さんにね、これと同時に覚えてほしいのが、いかに緩めるかなんです。緩める方法は何なのか。だから肩甲骨とかも本当のことを言うとですね、私って、スポーツクラブルネサンスってところにスポーツジム行ってたんです。でね、筋肉量めちゃめちゃ足りないんですよ。私平均男性の体重53キロで身長171センチなんですけども、とにかくね、筋肉なさすぎって言われてるんですよ、僕スポーツトレーナーの人に。スポーツトレーナーの人に、上半身の筋肉足んないっすね。下半身の筋肉が平均よりちょっとあるぐ、あの、間違えた。下半身の筋肉が、まあ、ちょっとあって、上半身全くないですね、みたいな。もっと筋トレやってくださいってこうって言われた。そうしないと体のバランスが崩れるとか、代謝がなんか足りなくなるとかって言われたりとかして、言われたんですけども、ただ、私ね、柔軟性はね、結構ある。こういう、ぐにゃぐにゃこう、肩甲骨をこうね、柔らかくすることができる。しかもね、これってね、私が強い弓を引いてからこうなったんですよ。で昔、私今33キロの柴田勘十郎を引いております。両方とも柴田勘十郎なんですけども、この柴田勘十郎を引くようになってから肩甲骨が、ね、ぐにゃぐにゃに柔らかくなったんですよ。面白いですよね。普通だったら逆じゃないですか。30キロの弓引いたら30キロって 筋肉強化されんじゃねってみんな思うんですよ。逆なんです。あのね、弓のダンベルの
30何キロだったらそのまま直で筋肉つくんですけど、弓の場合は違うんだな。これが弓の場合はですね、弓の引き方とか押す角度とか変えるとですね、肩の力を極限まで下げて弓を引くことができるので、実は筋力ってそんなに使わないんです。むしろ柔らかくなるんです。で、私がそのこの経験を通じて皆さんにお伝えしたいことがですね、柔らかさの方が大事なんですよ。肩甲骨って柔らかい方が大事。なぜ大事なのかっていうのをちょっとまたお話しするとですね、柔らかい方がやっぱ的中率っていうのはどうなのかって言ったら、これ的中率の関与にもあると思います。だから私のこの お知り合いの方ですね、私全然当たんないですよ。私的中率 30% とか 20% ぐらいなんですけども、的中率8割とか行く人いるんですよ。これが例えば岐阜県とか名古屋とかにもいらっしゃるわけですよ。その人たちがどんなトレーニングやってるんですかってことを私聞くんですよ。で、そしたら肩甲骨剥がしトレーニングやってますとかって言うんですよ。ほう、肩甲骨剥がしトレーニングですか。肩甲骨剥がしっていうのは、ここの肩甲骨こう凝り固まってね、普通だったらこう親指とか指が入らないんですけども、この指をですねこうグッとって入れて肩甲骨をねぐにゃぐにゃ動かすのが肩甲骨剥がしです。これねやるとねめちゃめちゃ気持ちいいですよ。はい、肩甲骨剥がしのトレーニングの、あ、肩甲骨剥がしのジムとかあるんで、接待室とかあるんで、ぜひそこに行っていただければと思うんですけども、例えばそういうので柔らかくしてますとか、はあ、なるほど。でも確かにね、肩甲骨って柔らかい方がいいよねとかって思うんですよ。例えばプロゴルファーの石川遼選手とかって言うんですよ。石川遼選手って肩甲骨すごい柔らかいんですよ。あとはメジャーリーグの大谷翔平選手ね、大谷翔平選手ってあれすごい体ずっとでかいじゃないですか。でもね、めちゃくちゃ肩甲骨柔らかいんですよ。こんな感じでグニャーってこういう感じで、僕全然いかないんですけども、これがねもっといくんです。めちゃくちゃ柔らかいんですよ。つまり筋肉って硬さ、その強さよりも柔らかさなんですよね、大事なのか。まあまさにこの弓道の道具、弓道の道具もそうなんですけども、いかにこうね硬い筋肉で無理やり引っ張るんではなくて、こう柔らかくね美しく引くとかって言うじゃないですか。まさにそれそうだと思うんですけども、そうやってやるのがまあすごく大事だと思うんですね。で、だから筋肉っていうのは柔らかい方がいいっていう話なんですけども、じゃあどこの筋肉を緩めればいいのか、どこの筋肉を緩めればいいのかっていう話なんですけども、これはねインターネットとかでなんかその肩甲骨を柔らかくするトレーニング方法であったりとか、肩甲骨を柔らかくするためのトレーニング方法いっぱいあると思うんで、そこの中で自分がいいなと思うやつを選んでやっていけばいいと思います。はい、それをやるだけでもね、こう弓引き抜くときに、肩甲骨の柔らかいおかげでですね、引きやすくなったなって感じる人はいっぱいいます。例えば私が肩甲骨を柔らかくする方法とかで、まあ、こうやってお話ししてですね、やっぱり多くの会員の人たちとか、多くの弓道をやってる人たちに感じていただいたのが、まずね、弓が引きやすい。打ち起こして肩が上がらないとか、呼吸が楽に行われるとかっていっぱいあるわけですよ。だから肩甲骨ね、そういう意味でね、鍛えるのがいいと思うんですよ。なんかね、鍛える方法ってあると思うんですよ。こう手押し車とかやると肩甲骨って鍛えられるんですけども、ただ鍛えるだけではですね、実は足りなくてですね、柔らかくするかっていうところが大事なんですよ。だから皆さんね、肩甲骨はね、柔らかくするっていうのをぜひね、意識してみてください。僕みたいに別に柔らかくする必要はないんですよ。ないんですけども、多少は柔らかくしといた方が、例えば打ち起こして肩がね、楽であったりとか、こう引き分けやるときにね、引き分けやすいとか、呼吸が楽にとか、そういうプラスの要素がありますので、ぜひ、そういうところを取り入れていただければと思います。はい、以上で、この動画の内容を終了したいと思います。ありがとうございました。そしてこの動画の内容が面白いなと思った場合は、チャンネル登録、いいねボタンの、いいねのボタンの方を、よろしくお願いしたいと思います。で、こっから後半何の話をするかというとですね、まあ実はですね、私、今の肩甲骨の柔らかさっていうのは、まあ弓によって柔らかくなったって言ったと思うんですけども、実は、一個だけ、もう毎日欠かさずやってるトレーニングがあるんですよ。で、実は肩甲骨柔らかくする方法って簡単なんです。超絶簡単。この5分で、こうなんかこの肩甲骨、こうやってやったと思う。こうやってグニャーってこう、で、掴める。こうだ、グニャーって掴める。で、あれをこう、こうやってこうグニャーってね、掴める。これね、誰でもできるんですよ。いや、これ本当です。私が、次の後半の動画でそれを証明します。一個すげえめちゃくちゃ役に立つ体操法があるんです。これをやるだけで、いや、これも実際そうです。その肩甲骨柔らかくするっていうか、この肩甲骨を柔軟に動かす、この可動域を上げるための筋肉って足にあるんですよ。足のある一部の筋肉を鍛えると肩甲骨ってめちゃくちゃ柔らかくなるんですよ。これを後半に動画をお届けしたいと思います。
そして弓道やられてる人たちはぜひともね、あの肩甲骨を柔らかくしたいんだったらどうしたらいいかっていうと、肩甲骨をこうなんか緩めるトレーニングやってもいいと思います。これがね、まあ一つこう無料の動画の内容で、YouTube とかで今も黙ってると思うんで、ただで柔らかくするこれだと思います。だけどさらに本質的に柔らかくしたい、常に柔らかい姿勢をキープしたいのであれば、もっと役に立つ方法っていうのは、まあ、例えば本を買ったりとかね、するともいいと思うんですが、足です。足がめちゃくちゃ大事。足が、今ね、僕動画の上だから足をこう動かしたんです。足がめちゃくちゃ大事。足のこの筋肉を緩めるとですね、めっちゃ肩甲骨柔らかくなりますよっていう方法をですね、後半にお話ししたいと思います。例えばこういう内容とか知りたいなと、もっと弓道深く勉強したいなと、弓道を通じてですね、頭良くなりたい、柔らかい体を手に入れたい、そして弓道の実力を伸ばしたい、こう仕事に役に立ちたいと思った場合はですね、有料チャンネルとオンラインサロンをやってますので、そちらの方興味を受ければ、ぜひ覗きに来てください。ということで、以上です。弓道は楽しい。ありがとうございました。